こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は、ちょっと帯締めのことについてお話をしてみたいと思います。女性の帯締めです。って言いますのも、先日、うちでちょっと着付けを習いに来られてる方が、いろいろこうね、小物合わせの時に、こういうものは使えるのかしらって言っていろいろちょっとお持ちになられて、なかなかその小物の、特に帯締めとかね、こう色だけで見てしまうんだけれども、そのフォーマル用とかカジュアル用とかの区別がよくわからないというお話だったんで、それについてお話をしてみたいと思います。どうしてもついつい、小物ってこう色目だけで見てしまうんですけれども、ちょっと一応ここで基本的にこういう平組といって、平たい、形状の帯締めと、それから、こういう、綿入れのこう丸から、例えば組紐のこういう丸とかこういったものとか、いろいろなこう形状があるんですが、よく皆様お持ちになっているのが、いわゆる高麗組といいまして、こうちょっと図柄のところに金が出て、でこう裏側にめくると、オール金のものですね。こうしたものってよく皆さんあると思うんですけれども、これ基本的にちょっとこう組んでみますと、こういう形で、帯締めがこう締められる形になるんですね。でここに金が出てくる。でこれは基本的に、少しこうちょっとフォーマル用ということになりますので、どちらかいうとこうカジュアルなものには載せません。で同じようにこういう平たいものでも、例えばこちらの帯締めのように、金を使っていないもの、ちょっと図柄のところに少しだけは金は入ってますけれども、基本的にはこういう裏側が金でないもの、これもちょっと組んでみますね。こんな感じで、こうしたものの場合は、基本的にはフォーマルでもカジュアルでもどちらでもこう使っていただけます。で、ちょっと実際にその感じを見ていただきたいなというふうに思うんですが、よいしょ、先日やっぱりちょっとご相談でお持ちになっていた帯がこういった感覚の、いわゆるこれ真綿という呼ばれる、帯で、大体基本的に金属紙が使ってなくて、全部こういうちょっと、柔らかめの真綿糸で織られたもの、これに似たようなっていうか柄は別ですけれども、これに似たようなものをお持ちになっていたんですね。で基本こうした帯というのは、当然紬はもちろんですね、大島とか結城とか、そういったものはもちろんですし、あとはちょっとお召しとかちょっと江戸小紋なんかで、遊び感覚でこう使っていただくこともできるような帯なんですが、先ほどのその高麗組ですね、これを例えばこう乗せてみると、やっぱりちょっとこう金属が入ってくると違和感があると思うんですね。で一方先ほどの同じように、平でこう組んであっても、金属が使ってないもの、こうした帯締めだと
やっぱりちょっとこう添いがいいと思うんですね、相性が。で、例えばこれが帯がですね、まあちょっとこういう引き箔が入った、引き箔といってこう金属ですね、こう光るものが入った場合は、先ほどのいわゆる高麗と呼ばれるちょっと金属紙が入ったものでも、そんなにこう相性は悪くないと思いますけれども、そんなにというか、これは全然 OK なパターンですね。で、逆に当然、金属が入ってないものもお使いになれます。まあちょっと金属紙が入ってるものの方がちょっとフォーマルっぽく見えるというところで、これもだから着方ですね。今 こちらの引き箔のものは、引き箔ですけど名古屋帯ですので、例えば色無地とか、古紋なんかに締める場合は、まあ、あんまり仰々しくしたくないので、こちらの高麗組よりは、まあ、こうしたいわゆる金属が入っていないものですね、のものをお使いになられるといいと思うんですね。で、あとですね、帯締めをこう買われるときに一つ結構大事なポイントがあって、どうしても皆さんこう見た目だけでこうね選んでしまうんですけど、帯締めってやっぱり組んで初めて表情が出てくるものなんで、例えばこちらの片側にちょっと矢羽根が入ったものですね、まあ、こうしたものってなかなか皆さんはお選びにならないんですけれども、こう実際にこう締めてみると、まあちょっとここのね、結び目のとこで矢羽根がこういう形で、まあ、こういう形になってきますので、またちょっと表情が違うと思います。それからもう一番には、例えば先ほどお見せしたこうした帯締めですね、これなんかもう本当にただうちで置いておくとほとんど売れることがないですね。で、見た目でなかなか皆さんこういったものはお選びにならないんですが、これもこのまま見てるとどうってことないというか、全然こう表情が出ないんですが、実際にこうして結んだ形状にちょっとこうしてみます。そうするとこんな感じにちょっと図柄がこう出てきますね。で、なかなかこう味があって、面白いこう帯締めなんじゃないかなっていうふうに思います。ですから、帯締めをね買われるときは、どうかですね、見た目、長い状態の見た目だけで判断されるんではなくて、実際にこうちょっとね結んでみるということが、すごく重要になってくると思います。なので、うちでは割とお客様にお見せするときに、実際にこうして、まあ、こちらのものもそうですね、こんな感じでちょっと片側に少しこう色気が出てくるという、例えばこうしたものもそうですね、まあ、これだけ見てるとグラデーションのものでちょっとこちら側にグレーが入っててみたいに思いますけれども、まあ、うち必ずこういったものをお客さんにお見せするときは、実際にお客様の目の前で組んでみますので、実際にこう組んでみるとこんな表情になってきますね。ですから、その先ほどみたいに表面で見てるのとはまた全然違うイメージになると思うんですよね。ですから、まあ帯締めを求められるときは、どうかこういう形に実際にちょっと結んでみた感じを見せてもらうと、すごく実際使う時の雰囲気が分かるんじゃないかなというふうに思います。それからですね、まあ例えばこちらのもののように若干金属が入っている程度のもの、
まあ、例えばこうしたものの場合は先ほどのこういう引き箔でも使えますし、それから下の真綿でも、まあこれだとこういう品のいい感じですよね。で、例えばこうした下の真綿の帯なんかでも使えますので、まあこれは裏側がこう金というわけでは全くないので、まあ例えばこの程度のものだったら、ちょっとカジュアルフォーマル両方いけるんじゃないかなっていう感じがします。それとあとですね、例えばこれはフサダケ、こういう金なんですね。でやっぱり例えばこういう白い帯締めっていうのも結構使い勝手、白というかこうオフホワイトですね、いいんですけど、やっぱりこうしてね、真綿なんかに金属紙が来るとなんとなくイメージがちょっと違うなっていう感じなので、まあ、その辺を見ながら、帯締め選びをしていただければというふうに思います。ということで今日は、女性の帯締めいろいろのについて、まあいろんな種類がありますので、まあちょっとざっくりですけれども、帯締めのこう使い道についてお話をさせていただきました。ということで以上ありがとうございました。